山口県の豪雨被害。太陽光パネルが大破し、至る所で大きな被害がネットで話題。内容はこちら。山口県の豪雨により太陽光パネルが大破してしまったようです。では杉田議員のツイートより内容を見てみましょう。杉田水脈、昨日は早朝に実家を出発して山口へ。まずは令和5年度山口県海友会総会でご挨拶。自衛隊にだけ国防を任せるのではなく、国民全体でこの国を守る気概を持たなければ、せっかく予算を増額して環境を整えても、世論に足を引っ張られる、仕掛けられる世論戦に勝てなくなるというお話をしました。その後、この度の豪雨で山口県が災害救助法を適用した山口市と美祢市を視察しました。全国ニュースで何度も放映された美祢線の線路が崩落し流された現場は、ものすごい勢いで川の水が襲ってきたことを物語っています。太陽光パネルも至る所で大きな被害が出ていました。また、行方不明者の捜索を行っている機動隊の方々にもお話をお聞きしました。時間が許す限り、現場を見た後、状況。党の災害対策本部にも、被災地の声をしっかり届けたいと思います。太陽光パネル利権に救う金の亡者の皆さん、責任を取ってください。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。太陽光。自然災害に弱いのに、有毒物質が流れ出る可能性あるから困る。ああ、有害廃棄物が。日本のあちこちで見かけることになる光景なのかな。土壌汚染が心配。阿蘇の外輪山につけられたソーラーパネルは、今回の雨でどうなっているんだろう。土壌汚染待ったなしですよ。次はこちら。これでたらふく儲けた政治家たくさんいるだろう。太陽光パネル設置を推進してる議員や官僚の自費で弁済させてほしいです。太陽光パネル設置したものと施工したものと推進した政府関係者すべてに、維持から廃棄に至るまでのコストを税負担させてあげたい。国民が広く負担して環境を整えさせられる意味がわからん。電気代上がって30年後に再エネ廃棄増税とか言い出すんだろうな。この惨状は太陽光パネルでたらふく儲けた人たちの責任です。責任を取ってもらいましょう。次はこちら。環境破壊しているだけの太陽光パネル。こんな環境破壊のために再エネ賦課金取られてるとかアホやろ。原発よりよっぽど危険。森林伐採して土壌を弱らせて太陽光発電、何の意味があるの？国土破壊が目的なの？脆弱、危険、被災後も発電、有害物質、セレン、カドミウム、鉛、アンチモン、金、ヒ素、廃棄場所がない、再エネ賦課金で作られているので電気代が上がる。しかも中国製品で上海電力が作り管理。なぜ作るのか？いいことなどまるでない。破壊施設。何もいいことのない、ただの利権の産物でしかないと思います。最後はこちら。日本は災害が多い国で、これからも付き合っていかなければなりません。なのになぜリスキーな太陽光パネルを推進するのでしょうか。国は厳しい規制をするべきだと思います。太陽光パネルは日本に合わないんじゃない。太陽光パネルは二次災害につながる危険性が高く、将来においても壮大な惨敗になることは明らかである以上、この機会にエネルギー政策を見直すべきです。太陽光発電推進は即刻見直すべきですよ。結論。これから台風シーズンが訪れ、次々と発生する台風が日本列島で猛威を振るうと同時に線状降水帯を発生させ、多くのメガソーラーパネルを破壊する可能性があります。そもそも日本の風土的に太陽光パネルは不向きなのです。それなのにもかかわらず、自分の私腹を肥やすために太陽光パネル利権に救う金の亡者たちが次々と山を削り太陽光パネルを設置するという異常な状況。阿蘇の外輪山なんか目も当てられないほど悲惨な光景になってしまっています。
太陽光発電推進の早急な見直しを求めます。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。